佐々木です。こんにちは。今日はお招きいただきありがとうございます。この長野はですね、何度か来たことあるものの、台北地区というのは初めてでして、さっき車で長野駅から送っていただいてですね、もうちょうど、稲穂が実る頃で、新潟もそうですけど、本当に美しいところだと思いました。お招きいただいてありがとうございます。八木さんや吉田さんや河合さんをはじめですね、準備していただいた方々、お礼を申し上げたいと思います。で、最近は季節してといいますか、ご紹介にあったように、本当にこのテーマというのは市民と野党統一という形で、お招きいただく、各地にお招きいただくことが多くなってですね、肌身で感じるのは、日本がですね、この国が大げさではないと思いますけれども、地殻変動というかですね、大きく変わりつつあるなというのを肌身で感じます。先日も仙台に行ってきましたけれども、仙台は市長選がですね、ご存知のように野党統一といいますか、勝ったわけですけれども、その前にも私、伺っていて、で今度はまたもう一度呼ばれて伺ったらですね、今度は県知事選でやるんだということで、平均的にもはるかに難しいんですけれども、また市民の人たちがですね、勝利に向かっていくということで、私の経験からですね、この台北地区も、呼んでいただいているっていう段階で、すでにかなり成功しているというかですね、伺ったところによると、この地区は去年の参院選の時にはですね、最も野党と市民との共闘がうまくいって、ここにも共産党と民進党の議員さんがですね、横に仲良く並んでいらっしゃってですね、それで社民党の方もいらっしゃいますし、議員の先生方がですね、もともと非常に強いネットワークを持っていて、そういうこともあって、非常にある意味教科書的というか理想的な、連携ができたというふうに伺っています。そういうところだからこそ、こういう企画をして、集会が開かれるということかなと思います。ですから、次の衆院選、まだいつあるか分かりませんけれども、今から準備をして、で今日を境におそらく大会の、主催者の皆さんの願いだと思いますけれども、今日を境に皆さんがですね、また新しい、活動の展開というかですね、するようになるのかなというふうに思います。で今日のタイトルはですね、やはりそういうこともあって、野党共闘をさらに進める台北地区懇談会ということで、さらにがついてるんですね。これはもう僕いろいろ訪れますけど、こういうさらにってつけてるところはここだけだと思います。すでにあるということを強調されてますよね。さらに、進めるということです。で最近私が東京なんかで呼ばれるとですね、驚くのは、こういう講演会の形式ももちろんあるんですけれども、経験交流会って最近名前をつけてるところが多くてですね、で、これは進んでるな、日本の民主主義が進んだなという気がするんですね。私大学教員ですから、こう話すのはある程度慣れてるんですけど、むしろ最近大学の授業もですね、反転教育というのがありまして、どういうことかというと、こう教室に入った瞬間ですね、質問ありますかというのですね、 なければ終わりますで、つまりもう教員がですね、最初に一方的に話すっていうことを、しなくなってるんですね。それぞれの参加者の皆さんがそれぞれの思いや疑問を持って集ってこられている以上、もうまるでブッダやイエス・キリストのようにですね、この前に立って質問は何ですかっていう、そういうふうなのが最近の流れだなというふうに思っていますので、今日は私の話は冒頭軽くお話しさせていただいて、後ほどの時間をなるべく多くとってですね、で皆さんの出てきたことにお答えするような形でできればなというふうに思います。私の今日の拙い経験のお話が皆さんの今後の、活動にね、お役に立てればと思います。でレジュメに沿って、お話ししますけれども、これ恥ずかしながら、先ほど新幹線でメールで送るっていう大変申し訳なかったんですけれども、まず初めに、新潟はですね、新潟ショックっていうふうに言われてですね、皆さんも、ショックって言われるとこっちがショックなんですけれども、確かに、
勝ち目がなかったところがですね、まあ、非常にこう驚きの勝利を参院選知事選としたということで、でもう一つのショックはですね、これっていうのが大事だと思うんですね。ああびっくりしたっていうだけじゃなくて、この当時ですね、安倍政権はもちろん安倍政権そのものがそうですけれども、憲法を改正したいという思いがあってですね、で、解散総選挙も含めたある意味こう、憲法改正に向かっての動きを非常に強めていた時期でですね、で参院選はご存じのように32ぐらいだったかな、1人区の選挙区で、11選挙区がですね、野党統一が勝ったわけです。でその中に長野も入ってますし、新潟、宮城、とにかく東北のエリアと沖縄ですよね。この図式は皆さんお分かりのようにというか、ある種こう明治維新に対する反発っていうかですね、そういう感じがしましたよね。そうですよね。僕もそう思いました。ある種ですね、明治システムが限界を迎えているっていうふうに私には見えます。来年は実は明治維新150周年ですよね。なので、鹿児島の人等を中心に明治維新はすごかったっていうキャンペーンが来年は繰り広げられると思いますけれども、長野と新潟は手を携えてですね、この150年は何だったんだと、それをですね問いかけるような活動をするのもいいんじゃないかなと思ってますが、去年の参院選はそういう意味では一つのですね、国会自体はですね3分の2取られましたけれども、ある種のメッセージをですね政権に送って、まあ、簡単には改憲はできなくなったということ、もっと大げさに言うと新潟ショックは安倍政権にとって非常にショックで、まあ、それが僕も官邸筋というか言い方はちょっと変ですけれども、内部のいろんな声を聞くと、まあ、憲法を改正できなくなったというかですね、止めた大きな一つの原因だったというふうに聞いていて、まあ、そういう意味ではこれ大きなショックだったというふうに思います。でもう一つはですね、ポピュリズムという言葉ですね。これもよく言われて今でも最近話題になってますけど、ここはちょっと整理しておいた方がいいというか、野党統一とそれから、市民が一緒になった場合ですね、皆さんもそうだと思いますが、まず野望って言われるんですね、主義主張が違う野党が一緒になるなんてとんでもない野望だと。でもう一つは市民が参加するとポピュリズムって言われるんですね。でこの部分はしっかりと今後ですね、皆さんがいやポピュリズムと民主主義っていうのをこれから2時間講義しましょうっていうぐらいですね、勉強しておいていただくといいのかな。つまりポピュリズムっていうのはですね、政治学者も本当は、ちゃんと統一した見解はないんですね。ある人にとってはポピュリズムはいいポピュリズムと悪いポピュリズムがあるっていう言い方を分かりやすくすると、言う人もいます。あるいはポピュリズムと民主主義は違うんだっていうふうに言う人もいます。で、あんまりこの言葉に惑わされずですね、皆さんは民主主義の、日本の民主主義の新しいプロセスをに携わっているんだというふうに、まあ、お考えになるのがいいんじゃないかなと思います。ポピュリズムは私の理解でですね、悪い意味で使われることが多い。で、その時には、基本的には、大衆動員ですね、つまり人々の理性ではなくてですね、むしろ感情とか感性とかですね、欲動とかそういうものに基づいて、非常に非合理的なですね、行動を権力者が、人々のそれを利用して、政治を行う、こういう場合にポピュリズムというふうに呼ぶべきだと私は思っているんですね。ですから去年起こった、まあ、長野や新潟で起こった出来事というのをポピュリズムという悪い意味で使うのは当たっていないだろうというふうに思います。人々がむしろですね、冷静ですよね。安保法制を許さないということですから、そうであればこれは今は、他の意見が違っていても一緒にやらざるを得ないというふうに冷静に判断をして、市民もですね、こういうとなんか語弊があります、必ずしも自分たちが推す代表をですね 100% 好きでも何でもないかもしれないですよね。語弊ありましたねつまり、政治というのは悪さ加減の選択だとよく言うんですけれども、市民もですねファンクラブじゃないんですよね。自分たちの代表を悪さ加減の選択で、この文脈ではこの人を推そうと、今回はこれで一緒にやろうと
いうふうにみんなが相談して決めたわけです。好き嫌いじゃなかったですよね。まあ、そういう意味では非常に理性的な行動だったと思います。まあ、そういう意味では私は民主主義の新しいスタートだったというふうに思ってますし、まあ、それをですね、市民社会という言葉よりも市民政治というふうに私は言うんですけど、市民が政治に関わっていく、積極的に政治といっても特に選挙ですね、そういう選挙に関わっていくということが起こった、今でもどんどん進んでいるんだというふうに思います。今だからというかですね、私も今でもそうなんですけど、大学の教員やってるんですね。でそうすると、想像してくださいね、僕もある意味巻き込まれた感じで選挙をやっていたんですけれども、参院選終わったなと思ったら今度知事選でした。でそういう中でだんだんとですね、政治学者が政治家になっていいのかみたいなですね、で中にはその僕が教えている学生たちのですね、半分の保護者の方々は、まあ、与党支持だったりするかもしれないわけですよね。そうすると、あの先生は何をやってるんだというふうになりかねないわけですよね。でこれは本当に僕にとって苦しい、状況でした。で、今でも逡巡しているところはあるんですけれども、私はですね、やっぱり安保法制とか憲法改正が出てきたときには、まあ、一人の政治学者であると同時にですね、一人の市民であり、まあ、一人のですね、新潟人でもあり、もっと言えばですね、子供や孫にですね、お父さんあの時何してたのっていうふうに言われたときに、いや、真面目に教室で教えてたんだっていう、これでいいんだろうかっていうふうに、まあ、思ってですね、まあ、それで、まあ、一歩か半歩踏み出して、いろいろなことをやりました。ですから今思うとですね、まあ、最初の結論になりますけど、あらゆる組織の人、あらゆるメンバーが半歩か一歩踏み出すことによってしか奇跡は起きないというふうに思います。これは僕の拙い経験に自信を持っていることですね。私自身だけではなくて、多くの参加された方々が今までとは違う人たちと今までとはちょっと飛び越えた論理で思い切ってやると、そのことが非常に大事だというふうに思います。恥ずかしながら私政治学者であるにもかかわらず政治にはコミットしたことがなく、最初は森裕子さんでしたけれども、森裕子さんの顔写真のポスターをですね、自分の家に貼るっていう、これ嫌でしたね。でこう貼ると近所の人がですね、まあ、あの人はというなるわけです。政治家の顔なんて貼りたくないんですよね、自分の家にね、まあ、建てたばかりの家だし。でも貼りましたね、うん、でもそこでなんか自分もある意味こう、あ、これは自分にとって何かこう人から破ったなっていう気がしましたけど、まあ、皆さんにとっては当たり前かもしれませんけどね、もしかすると。でもそういう一つ一つの自分がやらなかったことをやるっていうことが、まあ、大事かなと思います。でもう一つはやっぱり気づいたことはですね、その後いろいろな政治評論が出てくるんですね。でそうすると、今まで自分も地元紙なんかに遠くから眺めながらこれはこうですみたいな話をしてたんですけど、実際自分が関わってみると、本当に、まあ、こういうと語弊がありますけど、政治評論家って無責任だなっていう本当にいい加減なこと言ってるなっていうですね、まあ、それはよく分かりましたね。ですからあらゆる人は、あらゆる市民は、やっぱり一度そういうその政治的なるものに、何て言いますか、それが嫌だからこそ少しコミットして、見ることはすごく大事だなというふうに思います。さて、レジュメのところに、2つの写真がありますけれども、左側がちょっと白黒で見にくいんですけど、左側がその去年の参院選挙の時にですね、ちょうど長野も盛り上がっていた時ですけれども、新潟で野党統一候補で森裕子さんが選ばれてみんなで記者会見をしている写真です。真ん中に白い服を着ているのが森裕子さんです。でこの写真はですね、全体が映らないというか、大体この写真はサイズなので映らないんですけど、ですね、皆さんから見て左の一番端に映っている人が、ですね、これ市民連合の代表で、その隣に社民党がいて、その隣に共産党がいます。ですね、共産党の幹事長がいます。
で今度右側に一番右側に女性が映ってます。これも市民連合の代表なんですが、その横に新社会党緑の党とあって、その隣に連合の会長が座っています。これはですね、連合の会長と共産党の幹事長が同じテーブルで記者会見をするというのはすごい大変でした。みんな分かりますよね。長野もちょっと分かりますよね。でも新潟の場合ですね、まあ、今の連合会長斉藤さんという方ですけれども、まあ、極めてリベラルな方でした。そして自分の組織的な立場というのはあるので、なかなかできないこともたくさんあったんですけれども、しかしながら市民連合あるいは市民の立場に立って一歩も二歩も前に出てくださいました。そして端と端に座るんであれば一緒に写真に写んないんじゃないかでテレビも一緒に写んないだろうと、そういうギリギリの選択でこういうその共同記者会見をですね、長いテーブルを作ってですね、やりました。皆さんも笑ってますけど、多分こういう苦心をですね、多分されたと思いますね、去年いろいろな苦心をされた。で、まあ、これが一つの例ですけれども、まあ、聞けば思い出せばですね、本当に一つ一つの選挙で10時間でも20時間でも話せるんですけど、まあ、一つのエピソードですね、それが。でつまりそれぞれがね、やっぱり1本も2本前に出てました。例えば各党、今日は議員の方もいらっしゃるので、各党の、方々がどう尽力されたかっていうことですけど、まあ、共産党ですね、共産党はですね、僕の今参院選、まあ、知事選もそうでしたけど、印象としては全く僕も付き合いなかったんですけども、本当にですね、いろいろな妥協を幹事長の方がですね、今回に限っては共産党は影になるので、もう一切の名誉とかですね、一切のこう、なんていうんですかね、立場っていうのをですね、全部こう腹にしまってですね、そして、まあ、こういうとあれですけど、民進党の無理難題を全部ですね飲んでですね、で市民連合としてはもう共産党の幹事長は後光が差してるっていうみんなで言ってましたね、人徳者だってね。まあ、それは本当に一つ言えることですし、それから選挙の時はですね、皆さんもご経験があると思いますけど、共産党とやると本当に心強いですよね。まるで軍隊っていうかすいませんね、いらっしゃる方、ね、17万枚の、ね、招集を貼らなきゃいけないって言った時にですね、もうパッと手を挙げて4万枚くださいって言ってですね、すぐ招集貼って次の日街中に貼られてるっていうですね。でそれから多分日本で最高の装甲車みたいな選挙カーを持ってるんですね。でこれをみんな取り合ってるわけですね、選挙の時に。でこういうその選挙の時に本当に頼りになるっていうこととか、それから共産党の方々もですね、こんなにみんなと楽しく和気あいあいと選挙やったの初めてだと、まあおっしゃっててですね、まあ、そういうそのなんていうんですかね、共産党は共産党の、まあ、良さっていうのを出していただいたし、それから連合や民進党と連合の方々もですね、選挙のやり方っていうのを初めてみんなに教えるわけですね。いや違う、そんな選挙のやり方、で自由党とか森さんがやってるみたいな、なんか家内公共みたいなやり方はダメだと、組織なんだからって言ってですね、もう会議をするとですね、もう2時間後には議事録ができていて、それを各組織に全部伝達するとかですね、先生そうやってやんなきゃダメですよとかですね、とにかくその選挙 その連合をはじめ、民進党の方々もね、そういう選挙のやり方を、伝授して、まあ、これを共産党の人たちもこれは参考になったって言ってましたけども、まあ、そういうやり方についてのお互いの学び合いというのがありました。開票日の当日、新潟は長野と違ってですね、最後2000票差だったんですね。で 99% 開票されても当確が出なくてですね、で12時ぐらいになってもまだ結果が出なかったんじゃないですかね。それで僕は人生で初めて下痢が止まらなくなってですね事務所の便所をですね何度も行ったり来たりしてですね、でそのさっきの連合の代表の方がですね、僕に耳打ちするわけですね。選挙は負けた時が大事ですね、で負けた時は絶対あの人が悪かったとか言っちゃダメです先生言いそうだから
そうじゃなくて全部自分が悪いんだよ、ね、自分の力が及ばなかったって言うんですよとか言われるんですよ。その時にもう下痢が止まらなかったんだよ。もう本当にね、いつの間に僕はこんなね大きな責任を背負ってしまってるんだと思ってですね、本当に辛かったですけども、まあ幸い、勝つことができたので、あの時僕叫んでますけどテレビで、本当に心からの雄たけびですね。あれは知事選の時は非常にこう冷静でしたけど、もう参院選の時は本当に良かったっていうか、あの負けてたらもしかすると、ご存知の通りね、負けた方に選挙違反が捕まるんですよね。もう僕は大学を多分辞めてたかもしれない。うん、だけど、あの、まあ、選挙差でギリギリ勝ってですね、そうするとその森裕子さんが選対本部長となって県知事選やりましたから、まあそこで勝ったことで県知事選もあったということだと思いますね。で、まあちょっとさっき錯覚政党の話したんで、社民党でいうとですね、社民党はもうあのだんだんこうシュリンクしている一方で、全部のつなぎ役をしていただきました、ね。連合と、民進党と、それから共産党をつないだのも社民党の役割だったと思います。まあ、そういうふうにそれぞれの党がですね、一歩も二歩も今までとは違って、はみ出てですねやったというのが参院選でした。僕はあの県知事選の勝利というのは参院選で随分、培われていたんじゃないかなというふうにあの思います。そして、その時に作った市民連合がですね、市民連合アット新潟っていうあの団体でした。で、これは県知事選の時には、名前を変えました。ここ結構重要だと思うので申し上げておくと、県知事選の時は新潟に新しいリーダーを誕生させる市民の会というのを作りました。で、これは争点がちょっと違ったんですね。あの安保法制の問題だったのが、参院選でした、主にですね。ところが県知事選の時はかなり原発が問題だったので、皆さん想像してくださいね。原発は賛成だけど安保法反対とか、安保法は賛成だけど原発反対という人も いるんですよ。理論的には少ないかもしれないですけどね。で、私はやっぱ市民という言葉は自分の研究テーマ上非常に重要なので、あの乱用してはいけないというふうにも、乱用してはいけないというのは、どこでもかしこでも市民連合が出ていって、そして何でもかんでも市民連合をやるとですね、それ政党みたいになっちゃうんですね。うん、市民連合の強さは、ある今回のこの選挙の争点でこの指止まれで集まった人、超党派の人たち個人の集まり、これがみんなで、昨日は敵だったかもしれないけど、今日は一緒になって今回の選挙ではこれで一緒になりましょうというのが、やっぱり市民連合のあり方だと思いますので、参院選の時と県知事選の時は名前を変えてですね、まあでも蓋を開けるとほとんど同じだったんですけど、でもあの名前を変えてしっかりと、組織を作り直しました。信州市民連合は伺うところによると、発展的解消を遂げたということですけれども、まあ、聞くところによるとですね、いろいろ喧嘩して別れたんだとかいろいろ言ってましたけど、でも私はそれ自体ですね、あのは、解消したこと自体は悪くないと思うんですね。あのまた再構成すればいいというふうに思うので、多分その市民的なネットワークが次の衆院選に向けてこの長野で作り直されてですね、新たにこう出来上がればいいんじゃないかなというふうに思います。うん、で、市民運動や市民、活動というのは、あの何て言いますかね、政党ではないんですね、論理が。だからその時その時にどんどん作ってどんどんなくしていけばいいというふうに僕は思います。うん、なので、皆さんもあんまりですね、なんて言いますかね、なくなっちゃったことを嘆く必要はないんじゃないかなというふうには個人的には思っているんですけどね。まあ、いずれにしても県知事選の時は5万票差がつきましたから、結構余裕でしたね。余裕っていうとなんか偉そうですね。余裕ではなかったんですけどね。で、当日、開票日の当日、初めて僕はあの NHK だったから、 NHK が選挙で一番詳しいので、NHK だったと思いますけど、電話がかかってきて、もう当確が8時に出るので準備してくださいというふうに言われていました。だから、あ、もうこれはその時勝ったんだなっていうふうに思いました。で、勝ったんだなと思ったんですけど、
選挙期間中はですね、数字はもうずっと拮抗してました。あの調査で皆さんも調査は多分選対に届いたと思いますけど、あの調査ができるのは自民党の方なんですね。自民党というか与党の方なんですね。お金があるので毎週調査を打つわけですけど、あのその調査を盗み聞きするわけですね。我々貧乏なん でその盗み聞きするためには、あの新聞記者とかですね、党内にいる裏切り者とかそういう人たちと友達になっていてですね、でどうだったって調査を聞いてですね、でその調査に基づいてあるんですけど、調査自体はあの最後まで拮抗してましたね、知事選もね、うん、ただ街頭の感覚は全然知事選とよりも良かったです。なぜか良かったかっていうと、もう、知事候補者米山さんですけど、米山さんがもう街頭に行くと、あのもう車の中からみんな手振ってましたからね。特にシニアの女性、もう僕は調査をする必要があると思ってるんですけど、シニアの女性はほとんどこっちに入れたんじゃないかと思う。街頭での感触ですね、うん、女性それからシニアの方はもうこっちだったですね。でそういう意味では街頭の感覚が一番信用できるというふうに思います。あの限られた経験ですけどね、家から出てきますし、それから一度、まあ、ニアミスってよくありますけど、向こうの候補と同じところでね、あの街頭でやるときにものすごい人が集まってて、あ全部向こう側かなと思ったらですね、もう全部こっち側だったそういうこともありました。だからそういうことを見ていると、あこれは前よりもしんどくないなというふうに思ってましたが、まあ選対本部長の森裕子さんは講演等で、私は最初から勝つと思ってましたとか言ってますけど、嘘ですからねあのそんなことないと思いますよ。あのもっと必死だったと思いますけど、でもまあ、あの5万票差でですね、あのなんとか受かることができました。で、まあ、小泉純一郎というですね、首相がかつていましたけど、まあ、彼が言うように原発が争点になって野党と市民が一体となればもう無敵だというふうに、まあ、僕も思います。で長野の場合は先ほど伺うと、もう野党統一と市民が一緒になれば自動的にもう数としては与党を上回るので、もう最初の仕込みがいかに大事かっていうところですね。ここは僕はあの感覚的に最初の選挙は最初の仕込みで6割決まるというふうに思うんですけど、最初のところはすごく大事だと思います。でその時にあの新潟の特徴はですね、僕もこれ他の人から言われて気づいたんですけど、候補者選定において市民連合がものすごく噛んだんですね。ここがやっぱ他の都道府県と違うところかなと、それは本来政党の役割ですけれども、まあ、たまたま私とその各党の人たちが普段の市民活動等でですね知り合っていて、もっと言えば参院選の時に仲良くなったので、まあ、その人間関係でですね、あの知事の選考プロセスにおいてはかなり市民連合側が噛むことができました。噛むといっても、その意見を言うというよりもですね、情報は全部市民が知っていたというかですね。でこれもちょっと長野の起こったことで僕が伺ったのは、長野の市民連合の場合、その市民連合に参加してくる皆さんが各団体代表だったんですね。ですよね、合ってますで そうなので、多分その政党側の、まあその候補者選挙もそうですし選挙もそうですけど、非常にこう時間との戦いの中で出てくる決定というものがこう各団体に降りていった時に聞いてないみたいになってですね、でそうするとこう正当性というか民意をが熟さないうちにどんどん上が進んでいっちゃって、聞いてないよとかですね、そこでこう祖母が生じたっていう話があって、僕は本当にその話を伺った時に新潟も同じような、問題があったなというふうに思うんですね。問題というのはどういうことかというと、新潟バカでかいんですよ。でそうすると新潟市にある一つの市民連合が全部のいろいろ動いている各地域の市民というのを統括できないんですね。なので最初から新潟を諦めていました。なので上越市民連合とかいろんなところにこう大きな市民連合を勝手にできてですね、勝手にやるんですね。でそれ僕はいつも困るなと思ってですね、あの例えばですよ、あの上越の市民連合は、僕が何度言っても、同じ市民連合という名前で知事選をやろうとしたんですね。名前変えてくれよっていうふうに言ったんですけど、いやいや俺らは心は一つだとか言ってですねあのやるわけです。
で、だけれども、まあ、それぞれの、まあ、勝手な勝手連っていうんですかね、そういう市民連合がいて、でもそれぞれはこう連絡も取れて信頼関係もあるので、まあ、だからうまくいったのかなと。で、各地域の市民連合とかいろんな球場の会とかいろんな人たちは新潟の市民連合を信用してくださっていたので、まあ、そういう意味ではそこはうまくいったのかなと思います。それは一つの大きな課題だと思います。そうですね、あと知事選の時は、ですね、女性の話したんですけど戻っちゃうんですけど、米山隆一さんという方ですね、4回選挙に落ちてる人ですね。あ、赤坂マックみたいな人です。あの絶対受からないみたいな、あの米なんか取ってるから嫌ですよね、米山さん見たら怒っちゃう。でもあの米山さんのお姉さんがね来て言ってましたけど、あの先生ね、初めてですと、こんなにあの女の人たちが手を振ってくれる選挙は私は初めてです。で、彼はもともと維新にいたり自民党にいたりしたので、その時にこう男臭い選挙やってたんですね。心差しがなんとかとか言いながらやってたんですけど、もうおよそね、なんかこう女の人嫌だなって思う感じの。だけど今回はやっぱり原発が争点でしたし、かなりその女性の人たちがですね、まあ、応援してくれたなというふうに思います。さて、まあ、あの2つの選挙を振り返ってですね、話せばキリがないんですが、レジュメの1番目ですけれども、政治と市民との関係の時にですね、私思うのは、まあ今まで観客だった人たちの民主主義がですね、ようやく参加民主主義になっていっていると。参加民主主義っていう言葉がまた政治学の世界でも見直されてるんですね。あの1970年代に一旦流行した言葉ですけれども、再びこの21世紀の日本でですね、見直されているというふうに思います。私たちは参加するということが大事で、参加のプロセスで学べるということです。参加民主主義で一番大事なのは、そこに参加した人がですね、経験を積んで学べるということですね。これが非常に大事なところで、私自身も恥ずかしながら参加していろいろなことを学びました。で、レジュメの2番目に行きますけれども、これが大事なんですね。これはあの非常に構造的な問題で、私は思うのはですね、政党や労組といった既存の政党が、これ日本の現象だけじゃない、世界的現象ですけど、機能低下というのはこう結集させる力が弱まっているわけですね。これ野党も与党も同じだと思います。ですから、だからこそ市民がそこを、まあ、埋めるってわけじゃないんですけど、そこをこう補完してですね、政治や選挙をやらなきゃいけなくなっているというのが今の状況だと思います。で、参院選の時も、知事選の時も、今だから話せるんですけど、自民党の中に、もう最初からですね、こちら側についている人たち、今ちょっとうろ覚えですけれども、3割近くの保守支持層はこっちに投入したんじゃないかなと思います。だからあの安倍政権の在り方にはさすがの保守支持の新潟の伝統的な人たちもここではお気を据えなきゃいけないというふうに思ったんだと思うんですね。で、驚くべきことは、これも創価学会の方々ですね、創価学会の方々の多く3割ぐらいでいったんじゃないですかね、知事選の時はこちら側に入れました。だから既存の宗教組織も含めてですね、あの組織自体がもう投票行動を縛れなくなって、連合も同じですよね。なので、私たちはどうしても連合がついたとか、この党がついたとかですね、言うと、ああ、もう勝ったな、負けたなっていう思っちゃうんですけれども、もう感覚的にはほとんど関係ないんじゃないかっていう、その時の争点と、それを明確に打ち出して、浮動票がしっかりとその投票率を高めていけば、選挙というのは分からないぞっていうあの感じがします。どの地域を見ていてもですね。なのでいい意味でも悪い意味でも既存の政党や労組などの機能はですね、まあ、機能っていってもいろんな機能があるんですけど、その宗教機能ですね、そこは非常に弱まってるなというふうに思いますし、この傾向は多分ずっと続くと思います。で、そうするとじゃあ 何が一番効くかっていうとですね、2つあると思うんですね。何が選挙を決めるか、一つは分かりやすい争点で、今回の選挙で何を一体私たちは投票
するのかというのをしっかりと有権者が認識できるようになることですね。でもう一つはその普段の人間関係なんですよ、結局は。でこれは保守政党の人たちが知っていたことで、夏祭りに来るとか葬式に来るとかそういうことだけじゃなくて、普段からこういう話をして、衆院選の前からいろんな人たちに話をしている、市民活動をしている、まあ、そういうことが非常に大きな力になるということです。非常に単純な結論です。ですね、定期テストみたいなのですね、学校の一夜漬けは効かないということですね。どれだけ普段から予習復習をして準備をしていたかというのが出てくるということだと思います。でそれから3番目にいきますけれども、保守の分裂、これ今申し上げたところですけど、これはですね、新潟の場合 TPP があったんです、参院選の時は。で僕は農協を、各農協を回ったんですね。これは僕が主張して、絶対 TPP があるから農協回りましょうって言ってですね。で新潟県の農協は、農協全体としてはもちろん自民党支持でした、もう宣言してましたけど、回るとですね、それぞれの組合は、分かってるそんなことはとか言ってですね、今回は入れないよとか言って怒ってるわけですよ。 TPP あんなにやんないって言ったのに自民党がやったと、私たちを裏切ってると言ってですね、やっぱり農協の各組合の、まあ、それなりの人たちはですね、みんな怒ってた。でこれはやっぱりどういうことかというと、今の自由民主党与党はですね、地方を切り捨ててるんですね。地方再生とか言いながら嘘ですからね、アベノミクスも嘘だったように全部嘘ですから、地方なんか全然再生しません。ですからこういう地方切り捨ての現実ということを、まあ、現実的に、理解した保守の人たちがですね、やっぱり反逆しているというふうに思います。でここはすごく長野も農業圏なので、まあ、重要なところかなというふうに思います。で、そうですね、今言った宗教団体の保守層も戦争に向かっていきますから、さすがにこれは、自分の所属する教会の偉い人が言っても、自分は今回は違うところに入れますっていう人たちが出てくるはずですよね。でこれは個人の表出なんですね。組織から一歩はみ出たそれぞれの個人がたくさん出てくる、これがすごく市民政治においては大事かなと思います。でかなり端折りながらですけれども、僕は20分に話を終えたいので最後に行きますけれども、中央集権依存型政治から地域分散ネットワーク型社会へというふうに書きました。これは多分皆さん次の選挙に向けていろいろな課題があると思いますけど、歴史は私たちに味方してるっていうことを皆さんにお伝えしたいんですね。歴史の流れはですね、私の理解ではもはや今まで明治150年で作ってきた中央集権型で、しかも依存型の政治から、いやおうなく日本は地域分散ネットワーク社会に移行せざるを得ないと思っています。憲法改正とかナショナリズムとかは全部断末魔ですね。僕から見ると、北朝鮮のミサイルがあれほど執拗に飛んでですね、頼んでるとしか思えないようなミサイルですね、数ですけれども、いくらやってもあっちのこうナショナリズムに持っていくっていう、もうギリギリのあれはもう最後の断末魔だと僕は思ってます。本当に自分たちの福祉や教育や安全保障を考えていった時には、もはや今までのような中央集権的な、政治システムは機能しない。これはもう世界中でそういう現象が起きていると思うんですね。なので陳情して補助金もらうっていうタイプの政治は終わりです。それぞれの地域が自分たちの足で立つということがこれから求められるし、そのもう第一歩をですね、踏み出すのが我々の世代の責任かなと思うんですね。拝見すると私と同じかそれ以上の年齢の方々がほとんど、一人6歳ぐらいの子がいらっしゃるかな。でも多分その次の世代に準備するべきことというのは、こういった地方分権型社会の準備だと思います。まあ、そういう意味では
私自身も太陽光発電の、市民ネットワークを作って新潟でやってるんですけれども、エネルギーも食も福祉も教育も、自分たちでやるという自負が必要です。で、こういうその文脈の中で皆さんが次もし選挙等取り組まれるんであれば、多分力もこもってくるんですね。なぜかというと歴史が味方してるから、大義がこっちにあるんですよ。これはね、目に見えない力というか説得力になるんですね。僕も、柄にもなく凱旋車とかに乗ってですね、あれは本当にね、あんまり今でも慣れませんけど乗ってですね、でも通行人の人たち、皆さん乗ったことある人手挙げてください。この前の人たちは、あ、すごい、後ろの人たちも乗ったことあるんです。すごいですね。あれ不思議ですよね。なんか喋っても、あの集会とかして喋るんですけど、知ってる人たちばっかり前にいて、本当はあそこに歩いてる人とかに話したいわけですよね。だからそこの歩いてる人とか僕言うんですよ、聞いてくださいとか言いながら言うんですけど、実際そういう人は聞いてくれないわけですよ。そう、なんか注意されたりして、いいんですよ、この人とここで盛り上がるのが大事なんですって言われて、なかなか慣れない、なかなか慣れないんですけど、でも大事なのはですね、市民の自分たちの等身大の言葉でですね、これから新しい社会を作りましょうと。で、次の世代のために私たちは責任を果たしましょうということを訴えていくことが、通行人にもですね、届くんですよね、と僕は思います。こういうエピソードがありましたね。僕も何度も選挙期間中喧嘩しました。喧嘩した時にですね、僕がいつも言っていたのが、あんた新潟でずっとやっていくつもりって言ったんですよね。これは東京では聞かない言葉なんです。でも、やだな、この大学の先生、ね、なんかずっと言いそうだな、この人自分の子供とか孫とかにね、あの時お前の父ちゃんはこうだったんだぞとか語りつきそうで嫌だなって思うわけですよね。で、そういうことは実は大事なことだと、コミュニティがあるってことです。次の子供や孫に、あの時あの家の父ちゃんはこんな情けなかったんだと、いいのかそれでっていう、それをですね、やっぱり言っていくことはすごい力だと思うんです、地方では、で、そういうその世代間デモクラシーと言いますけど、次の世代も見えない、背中に背負いながらですね、皆さんが活動されると、読んでないかなと思います。で、最後に、今新聞市場を取り沙汰していて、新潟でも今ちょっと残念なことが起きてですね、新潟5区っていうところで元前知事がですね、自民党から出馬するかもしれないということで、毎日のように新聞社から連絡が来て、どうなってるんですかっていう話が来るんですけど、皆さんもその聞きたい人がいるのかもしれないですけど、それは後の質問で答えたいと思いますが、こういうことなんですね。さっき言ったみたいにファンクラブは困る、そういう人はいるんですよ。泉田さん本当に素敵な人だと思いますけど、政治家ですからね。だから市民というのはファンクラブを作っちゃいけないんですよ。ですから、その時に私たちの願いを叶えるちゃんとした人たちと政策協定を結んでしっかりやってもらいますということなんで、もしそれを耕えるようなことがあれば、しっかりと、なんて言いますかね、サンクションというか、しっかりとその報いは受けてもらいますよと。そういう姿勢がやっぱり市民が必要なんじゃないかなというふうに思います。細かい具体的な話はまた質問を受けながらしたいと思います。ではご清聴ありがとうございました。